はい、皆さんこんにちは、ニハオリンチーです。今日はですね、皆さんに、経緯圏の、3体式の、作り方、こういった最初の経緯圏のボールですね、これの作り方をご紹介しようと思います。一般的に経緯圏のこの型とか始めるときにこの3体式から、始まるんですけども、みんな結構適当にやってます。はい、結構ね、適当バージョン、はい、だからね、こんな感じで適当にやっちゃうパターンが非常に多いです。で、今回これやるのは、この3体式を作るのに、一歩一歩明確に、ポーズを確認して、明確に面を作りながら、やっていく方法を、ご紹介しようと思います。はい、まずはまっすぐ立ってください。手はこういうふうに鼠径部にで、体をまっすぐに、上下に伸ばす疑念を作ってください。はい、ここから、はい、45度ね。で、手を伸ばします。この時に、膝をちょっと曲げてください。で、この手なんですけども、こうなりがちなんですよ。で、姿勢もね、ちょっとこういう風な人たち多いんですよ。結構動画でね、これでこんな感じになっちゃう人多いんですけども、威厳を、明確にしてください。こういうふうに、はい、そして、手を開いていきます。オープン、ね、この時もね、こうならないように、こういうふうにならないように、しっかりと明確に威厳を作ってくださいね。手を伸ばすんですけども、ここの肘の角度、物を持つのにちょっと持ちやすい感じに軽く曲げてください。で、イネンは明確に伸ばしてください。はい、ここから上げます。上げるイネン、何かを持ち上げる、イネンですね。実際にね、10キロから20キロのバーとか持ち上げても、いいかもしれません。ここでね、何度も言うようにこんな風にならないように、もう多い、めちゃくちゃ多いです。これもう達人様の動画とかでもこういうの多いんで、稲を明確に、持ち上げる。はい、次、ぶら下がる稲、ぶら下がる稲ね。はい、実際に何かにぶら下がってみてもいいかもしれません。はい、それで、閉じます。クローズ、クローズして、はい、下がります。下がってちょっとバウンドして、ちょっと上がっていくね。ちょっとバウンドして上がっていく。それでここで正面に、絞る、いいね、ね。で、正面にこう絞ってから、前足をちょっと前に出して、指先で引っ掛けながら手を合わせます。はい、このように手を合わせて、はい、正面、ね、ちょっと壁剣っぽくなりますね。で、ここからゆっくり戻していって、はい、3体式ですね。で、この3体式、なんかこの3体式のままなんか長時間立ってる人たまにいるんですけども、ほぼほぼ意味ないんで、それは、やらないでください。担当って、まあ、その何かのポーズ決めて長時間立ってるっていうのがあるんですけども、せいぜい1分以内にしてください。で、普段はもう3秒とか5秒でいいです。なんか10分とか20分とか1時間とかやっても全く意味ないんで、武術って動くもんなんで、ああいったトレーニングは不要です。はい、はい、もう一回やります。はい、はい、まっすぐ立つ、45度手を伸ばす。はい、ここで威厳、明確にしてくださいね。開く威厳、開ける威厳、ぶら下がる威厳、閉じる、はい、バウンド、絞る、ここ絞るですね。はい、手を重ねる、足前に出す。はい、で、まあ、ヘッキュンっぽい動作で3体式になります。はい、1、2、3、
こういった基本的な、動作って、ビデオで覚えるんで、もうぜひね、道場に行く前に、こういったビデオで覚えていってください。なんか道場とかで型とかひたすら教えてるのって結構、気だるんですよ。で、基本的な型って、とりあえずね、動作ぐらいは家で覚えておいて、道場とかね、動くはね、武漢では、どうやって応用するとかね、スパーリングとかね、そういったのに集中できるようにするといいと思います。道場行ってね、型とかひたすらやってる、これこういう動作してるんだよって、それでなんか何年も何年も過ぎていく人たちとか道場とか結構あるんですけども、それじゃあいつまで経っても使えないんで、型はね、家で覚えておく、そして、道場に行ったらその型をチェックしてもらうぐらいにしてもしておいた方がいいと思います。その方がね、教える方も楽ですし、型を教えたい先生って、型だけ教えたい先生って、あんまね、実践的にまともなものを教える気が、ないと思われるんで、そこら辺、気をつけてください。ではね、ちょっと横からやってみます。はい。はい。はい、まっすぐに立つ。はい、45度。はい、伸ばす。ね、ここ2年まっすぐですよ。はい、開く。はい、オープンですね。はい、上げる。アップ。はい、ぶら下がる。閉じる。はい、バウンド。はい、絞る。ね、ここで分かりやすいですね。はい、ここ。ね、こうなります。で、この前足ちょっとこう、ちょっと引っ掛けるいいね。指先で引っ掛けるいいね。忘れないでください。で、ここで、はい、壁のポール。ね。はい、これ、三体式ですね。はい。この手順のポーズ、皆さんしっかり覚えてくださいね。もう、道場でこれ聞いてもいいんですけども、自分がね、たくさんのものを覚えられないんで、今ね、もうこういうビデオとかあるんで、昔なんか道場通ってやっと型習ってたのを、もうビデオで済ましておく。もうそれね、非常に、重要なので。ね。で、それでね、このね、この三体式、みんな軽く見てるんですよ。なんていうかな、こうやって、長時間立てたらいいとか、そしたら気が出れてきて、いいとか、これ結局ね、ただの姿勢のチェックなんで、ただのっていうか、非常に重要な姿勢のチェックなんで、こういうのを、きちっと家でやっておくといいです。はい。もう何回も何回もチェックしてください。もうこれができてないと、壁剣とかやるときに、なんかすごい適当になったりとか、こんな感じになったりとか、ね、しちゃうんで、こういうふうにちゃんと出ないんで、はい。ね、こんなになったりしちゃうんで、こういう風にちゃんと出ないんですよ。これ、この最初の姿勢がちゃんとできてないと。はい、もう一回やります。はい。ストレッチ。まっすぐね。はい。45度。はい。ラーメン出す。ね。はい、2年まっすぐ。開く。上げる。ぶら下がる。閉じる。はい、バウンドを絞る。はい、こうですね。はい、3体式。はい、ここから一応ね、経験の中央方行ってみましょうか。はい、ゆっくりやると、このようになりますね。もう一歩一歩ね、明確に、意念を出して、やっていかないとちゃんとできないので、これね、何度も、言っておこうと思います。はい、もう一回ね、横からやります。はい、皆さんきちっと覚えてください。それ45度まっすぐ、はい、いいのです。はい、開く、上げる、ぶら下がる、バウンド。
絞る。はい、以上ね、今回三体式のご紹介でした。それでは皆さん、認知でした。ありがとうございました。再見。